皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。8月25日バドミントン世界選手権の男子シングルス決勝が行われ、桃田選手が優勝し話題になっています。決勝で強豪デンマークのアンドンセン選手相手に完全に圧倒するプレーを見せて、日本人初の大会連覇を遂げて、桃田選手は史上初の快挙を達成。前5試合を1ゲームも落とさない。完全優勝について問われると、こんなにスムーズに優勝できるとは思っていなくて、本当にたくさんの方に支えられた。おかげで頑張ることができました。ありがとうございましたと、周囲のサポートに感謝しました。東京五輪に向けてのコンディションをどう維持していくのかを問われると、東京五輪に標準を合わすのではなくて、一試合一試合、会場に足を運んでくださる。ファンの皆様、そしてサポートしてくださる。皆さんのためにも、一試合一試合を全力で、戦っていきたいと思います。応援、よろしくお願いしますと、最後まで、感謝の言葉を口にしました。そんな桃田選手に海外からは、絶賛の声が寄せられています。私の感想は動画の最後に掲載します。海外の反応。桃田選手の謙虚な姿勢は見ていて気持ちがいいね。やっぱり日本人だね。ファンやサポートに対する感謝の言葉には感激して涙が出てしまったよ。他の選手も同じだと思うけど、日頃から周りの人たちを大切にしているんだろうね。桃田選手が勝つと思っていたけど、ここまで歴然だとは思わなかった。アントンセンは一体どうしたんだ。世界大会で相手コートに思いっきりスマッシュして勝つのが一番だね。桃田のラストポイントはすごかった。桃田選手がファイナルポイントを華麗に決めるのはいつ見てもいい。すべて完璧にやり遂げる。桃田選手はバドミントンの真のレジェンドに名を連ねたね。イケメンなのもやばい。完全に次元が違うね。桃田選手は新たな大物として、確固たる地位を確立した。2020東京オリンピックでも、さらなる活躍が見れるかな。楽しみがまた一つ増えたよ。私の感想。この日行われた女子ダブルス決勝戦で、永原選手、松本選手が全種目を通じ、日本勢初となる連覇を達成しています。快挙に続く快挙で、五輪前哨戦を最高の形で終えました。東京五輪での活躍が楽しみですね。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。